対あれでしょ。これやっていいんかな。めっちゃつまるけど。これだっけ。住所とかやばい。ああ住所やばいな。心身って。それは珍しくないやろ。いただきます。シャニカニャンの方だけ。アーノンってみんな正解してるよ。すごい怖いやろ絶対。アノンちゃんがいます。アノンちゃん。何食べてるのって。お魚。今日はお昼もお魚食べてたの。ママ。あ、ここにいるのは誰でしょう。誰でしょう。誰でしょう。手だけ。こんばんはみんな。暑い。骨に気をつけてね。怖い怖い怖い。トラウマ薬。そう、今日は公演前に収録できなかったので。公演後にしました。今日はこの髪型初めてでした。可愛い。可愛い、うん。みんな可愛い出てくれる。珍しい。うん、初めてしたって言った今。初めてしたって言った。可愛い。珍しいとかの前に初めてした。あ、そういうことか。うん、マジ？確かに見たことない。ツインか。あんま最近ツイン見やんかったしな。編み込みツイン。横誰なんって。あの。あにゅんちゃん。そうです。そう多分4月から時間制限が解禁される。うん、何時？多分12時じゃない、12時、12時までいける。ん、今10時までだから、ん、今10時までだから、うん、12時までいけるよね。18歳だから、うん、18歳高校卒業するから。卒業すんの？もうしたよ。もうえ、もうしたん？うん、マジやばい。自己紹介で高3って言ってないよ。アーノンがそう大人になっちゃう。大人になりました。なんかそうだよ。やばいね。みんな成長したよ。うん。多分4月からです。わからないです。勝手に言ってます。あ、卒業おめでとう。ありがとうございます。みんなみたいにちょっと写真撮ってないから載せるものはないんですけど、卒業したよってことだけ報告しておきます。まさか一押しと二押しを同時で見れるとは。いるんやそんな人。すごい。あんまおらんくない、ミカナとアーノン好きって人が。うん、一人しかおらん。すごい。第一号かな。今日は湿気がすごかったですね。やばかったよね今日。もうモクモクしてた。サウナの中で公演してる感じだった。やばかったね。なあ、エアコンっていうか効いてたのかな。でもなんか重力シンパシー終わりらへんからめっちゃボワってきた。あの冷房マジ効いた気がする。ほんと後半とかやばかったよ。やばかった、マジサウナ状態。うん、ほら劇場暑すぎたって言ってる人いる。ね、だって最前の人とかみんな汗かいてるの見えてたもん。マジ？うん、汗めっちゃかいてたみんな。申し訳ないな。あ、
やっぱりココってもっとうまいアップにすればいいかもしれない。オッケーオッケー、骨が整ったな、今日の公演整ったね、ね、整った、うん、おろこ飲まないと冷水、うん、冷水には入ってないけど、うん、整ったな。ずっと来てる、ミカニャンと珍しい、そんな、うん、そんな赤いつも何話すの？ショールームで。無言。無言。めっちゃおもろい。無言配信してるんだって。うん、ほぼ話す。めっちゃおもろいやん。そう、話してない全然。多分なんかつまんないと思う。うん。可愛い。可愛い。無言。そう。でもね、みんなは多分無言でもあんのが見れるだけでいいんだよ。そう言ってくれるのが嬉しいです。うん。無言でも絵が持つから。ボタンボタンみたいのは。ヨシキのファンレベルが5に上がりましたって報告されてんけど。おめでとう。ヨシキ？ヨシキの。ヨシキ？レベルが上がったらしい。レベル上がったとか出るくない？初訪問とか。レベル上がった報告を受けたまりました。それみんなに見えてるんかな。え、どうなるの、みんなには見えてるの、誰誰が。じゃあ暴露しちゃったら恥ずかしいやつ、ごめんな。レベル上がったこと、初訪問なんかな。あ、見えてんのみんな。うん、書いてあるな。ちょっと。あ、エナージーフェスですね。来る人いますか。確かに。東京。東京。東京ドームシティホール。東京ドームシティホール。来る人いますか。いますか。NIG。そっか。休日。待ってますね。やばい、こっちみんな仕事っつってるわ。うん。そうだよね、お仕事だよね。おいおい。怒ってます。アーノンが待ってんだぞ。ミカノ様が怒ってます。おいおい。ごめんなさい、仕事でした。行くよって言ってる人もいる。行くのが仕事だろうがよ。やば。行きません。あたいは行くわよ。待ってますよ。待ってます。こっち何でも飾るんかな。うん、ね、思う。推し？あげたら何でも飾るんじゃない？誰も飾ってくれてない。ね、ミカノも誰も何も飾ってくれてない。なんでマネージャーさんのね、机にね、なんかメンバーのチェキとか生写真とかいっぱいあるんですけど、置いてるんやけど、ミカノの。うちはとか誰も飾ってくれてない。誰も飾ってくれてない。好きじゃないんかな。好かれてないんかな。うん、
マネージャー人気がないです。誰が多い？マリサさん、うん、ココナさんとか多かった。あまだまだほど遠い。マネージャーさんのチェキやる。かわいい。うわ懐かしい。かわいいマネージャー。だ、なんかもう懐かしく感じる。かわいい。かわいいな。うん。見せれないですねこれは。いいですね。タンピードなので。イベントしてたんだ。すごい。うん。したいな。明日するんですけど。本当にいろんなところでミニライブしたい。ミニライブしたいな。ミニライブがしたいの。うん。何ミニライブって。あの明日するみたいな。うん。フェスみたいな。なんかあれの野外が好きで。うん。あの高槻出てたっけ。高槻のさ公園でやったやつ。公園でやったやつ。うん。なんかあなんか。数人でやってたやつ。なんていうんやろな。何高槻って場所。うん。分かんない。分かる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 けど。高槻のなんかなんていうんやろなイベント。あ、ミカにも出てたって書いてある。え、数人でやったっけ。そう、選抜全員じゃなくて数人でやったやつ。夏にやったティッシュ取って。え、笑い未来フェスみたいなやつ。あ、それじゃない。あ、こっちで高槻。ありがとう、ごめんな。え、何数人でやったやつって。どっちだの。正式名称を書いていますか。何数人で高槻でやったっけ。え、ありましたよね。あったなんか何やったっけ。数人、あの数人全員じゃなくて12人とかそれぐらいの。12人。エキスポみたいな。エキスポだったっけ。10人やった。ええ、それぐらい少なかったですよね。やってたって聞いてる。高槻のライブあったんですよ。10人とかじゃなかった。で、JCI エキスポ2022 in 近畿ってやつ。なんていうんやろな、公演のなんかイベントのなんかやつ。なにほぼ無料観覧みたいな公演。あ、10人で行った。10人ですよね、あの、うん、公演広い広場の公演の方ね。あ、こっちの感じじゃなくて。マジで覚えてない。マジ？遺跡公園みたいな。あ、そう公園。めっちゃ広い。めっちゃ広い。広かったですよね。うん、行ってましたっけ？行った、ね。どんなです。どんな公園ですか？どんな公園？めっちゃ広、なんかあのレンガ調の建物がいっぱいあった。うん、マジでわからん。え、最近？最近。夏？去年の夏？去年の夏ぐらい。え、マジでわからん。白青衣装着てた。白、あ、そういうのもっと教えて。白青衣装着て。あ、待って、あれ、あの楽屋めっちゃ綺麗だったところ。綺麗、うん、ね、楽屋までちょっと車で移動したところ。あ、それ。あ、で、あの、あ、こんな裏情報教えていいんかな。ああ、あれ、ああいうのをいろんなところでやりたい。うん、やりたいね。え、本当はね、その T シャツのやつをツアーがしたいって書いてて、うんうんうん、無理ですって言われて、うん、無理なんや、言っていいんかな。無理ですって言われて、でミニライブでツアーがしたいって言って、うん、蓋開けてみたら、うん、ミニライブしか書かれてなかった。うん、ちょっと悲しかったけど、私はまだミニライブのツアーを諦めてない。だってアーノンが言ってるよ。ツアーがしたい。ミカのもその T シャツのやつの夢のやつ、初めやったやつがダメやった。マジ。うん、想定ができないもんね。100万円で、ね、確かに100万って無理か。そんな、うん、ツアー無理なのかって。その100万円でツアーが無理ってことですよ。うん、100万、まあ、そら分からんくない。全国行ったら100万じゃ済まんもんな。済まんよね、絶対。だから願わくばいろんなところでみんなやりたい。
やりたいね、うん、なんかさ、学校とかでやりたくない？いや、やりたい、ね、やりたいな、楽しそう、いいね、メンバーみんな言ってる、なんかライブハウスとかで47行きたいって。行きたい、47行けたら最高やな。ねえ、最高、絶対楽しいやろな、うん、昔ツアーやってたもんね。うん、ツアーしたいね、うん、実行委員会巻き込んで学校乗り込もうやって、うん、したいな。文化祭、文化祭、文化祭をさ、あの中1しか行ってないのよ、文化祭に。だからさ、文化祭のあれを味わいたい。1回しか行ってないからさ、出てさ、文化祭のやんな、うん、文化祭、なんかその中1って言った、中学校の文化祭とさ、絶対高校の文化祭って違うじゃん。違うね、規模が。そう、絶対楽しかっただろうなって思う。あー、近畿10番勝負ね。うわ、懐かしい。めっちゃツアーしたね。ツアーした。どこ行った？近畿10番勝負。え、B2 で行った？うん、B2 で行ったね、あれか。どこ行ったっけ、近畿だから。でも研究生であの出て B2 で2回ぐらいした気がする、うん、どこでやってたんだっけ。あ、仙台行った。あれ、近畿じゃないか。え、なんかあれは何、仙台行ったの。あれはツアーで、また別のツアー。あれは選抜かな、それは。して選抜だね。ああいうのは仙台行ったよね。あ、関係ないんか、近畿10番勝負は。覚えてないなあ。そう、チームツアーだ。なんだっけ、あれ、なんか B2 で一緒にどっか行ったよね。行った、ね、あの、おった記憶めっちゃある。そう、B2 で行った。全国ツアーなんだって、近畿じゃないって。うん、それ終わろうかな。そうだね、なんか九州の方はあんま行かないから行きたいな。うん、行きたい。福岡行ってたけど、山口行きたい、なんもないけど。いいね、なんか地元、メンバーの地元行くのいいね。行きたいよね、うん、じゃあそれでお願いします。メンバーの地元ツアーお願いします。お願いします。じゃあ終わろうかな。あの、終わりますね。終わります。ではランキングを、13位スネドラさん、13位ケイさん、12位バリーさん、11位カホメロちゃん、10位みよっち、9位コロンピク、8位野原しんのすけのすけさん、7位ほうさん、6位エレンちゃん、5位ゴンちゃん、4位マリちゃん、3位大輔さん、2位タコさん、1位ひさとさん、4位がファントムさん、ありがとうございます。3位がしるたまさん、ありがとうございます。2位がしんのすけさん、ありがとうございます。1位がのぶさん、お疲れ、ありがとうございます。ありがとうございました。あのちゃん、はい、最後だけ可愛いあのちゃんでした。お邪魔しました。ありがとうございました。お邪魔しました。あ、すいません、あの、なんか口悪いこと言って全然。ありがとう皆さん、バイバーイ、またね、ありがとうございました。